横須賀市長の上地克明です。本日は横須賀三浦の漁師を代表し全国の皆さんにお願いがございます。それは緊急事態宣言期間中は徹底して外出を控えてくださいということです。特にこの期間中の三浦半島への来訪は是が非でもおやめいただきたいということです。先週末でありますが横須賀市三浦市ともに海岸付近の道路が大変混雑しました。特に県外から車で来られた方が多かったこと、そして公営の大きな駐車場は閉鎖されていることから路上駐車も多く混雑に拍車がかかっていました。来訪された方にとってみれば公共交通機関を使うわけでもなく車で来て車で帰るだけで誰とも接していないというお気持ちなのかもしれません。しかし私たち三浦半島に暮らす者にとっては海岸通りの国道や県道は非常に大切な生活道路なのです。先週末においては日常生活での買い物や消防救急対応にも支障が生じているほどでした。自粛疲れなどという言葉も聞かれます。せめて天気の良い週末くらい美しい風景を見るためにドライブしたいというお気持ちもわからなくはありません。しかしながら繰り返しお願いをさせていただきます。緊急事態宣言期間中は徹底して外出を控えてください。特に三浦半島への来訪はおやめください。三浦半島はここで暮らす私たちでさえも決して見飽きることがないほど風光明媚であり、特にこれからの季節は海は多く輝き、山に目を向ければツツジは咲き誇り、若葉も燃え盛りと生命の息吹を全身で感じることができます。これ以外にも記念館三笠や猿島に代表される日本遺産に加え、横須賀のカレーや三崎のマグロなど魅力は尽きません。普段であれば皆さんにぜひともお越しをいただきたい、味わっていただきたいという気持ちを今は精一杯抑え込んでいます。現在は日本のみならず世界中で緊急事態です。何卒ご理解をいただきたく切にお願いを申し上げるところであります。最後にもう一度重ねてお願いです。一日も早くこれまでの日常を取り戻すために徹底して外出を控えてください。そして特に三浦半島への来訪は現時点ではおやめください。この難局を乗り換えた後、これまで以上のおもてなしで皆さんをぜひお迎えすることをお約束いたします。よろしくお願いいたします。